はい、今日は5月29日に田植えをした大豆跡の水田の稲刈りをしています。ここは大豆跡ということで無肥料で栽培をしていますけれども、ご覧いただくように草は、深水管理二回白掻きというようなやり方を駆使することで、雑草は抑えることに成功しています。ここは有機栽培で5年目の水田になりますので、だんだんこのぐらいの時期になると小なぎなどが生えてくるところもあるようですけれども、ここはうまくいっています。大豆跡ということもあって無肥料でも穂数は十分確保できています。ここは坪50株で植えていますけれども、だいたい1株が20本以上ぐらいにはなっていますので、坪1000株という、目標の穂数は達成したということで、当軸が良ければ8票から9票ぐらいの収量になるのではないかなというところになります。でここは中干しをしっかりしていますので、見ていただきますように穂揃いがすごくいいんですね。この穂が上の方にまとまってます。で下の方から出てくる後発の分裂がありませんので、穂が揃います。なので青米なんかが少なくて、とても収穫はタイミングとしては収穫のタイミングを測りやすいということになります。聞かれる質問で収穫の時期が難しいということがあります。それは特に穂数が足りない稲の場合には後から分裂がたくさん出てきますので、それが穂が出るのがすごく遅れてきます。最初に出水したものから、10日ぐらいしてから出水してくるというようなものもありますので、そうなりますと収穫の時期がなかなか難しいということがあります。で、これ今日収穫していますけれども、だいたいですね、稲穂の真ん中、中央ぐらいのものをこうしごいてもらって、この緑色のもみの割合が2割以下ぐらいだったら収穫していいかなという感じになります。でこれがもう完全に茶色くっていうか黄化してしまいますと、もう刈り遅れになってしまいますので、1割ぐらい混じるぐらいで収穫をする、これが収穫の適期ということになります。今年は気温が安定していて夜温が低かったりしましたので、とても品質のいい米が取れてるんじゃないかと思います。皆さんのところではどうでしょうか。米価は下がっていくというような話もありますけれども、豊作を楽しんで皆さんも頑張ってやってみてください。